はいまあ、こんぐらいになるとね、もう超ご機嫌という感じになります。はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、カウベル編。この動画のシリーズでは、カウベルという楽器について、1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、ハンドカウベルの持ち方や、超王道パターン、コンキキの叩き方や、カウベルらしいフィルイン、カウベルならではのフィルイン。 な叩き方について解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、超横ドのパターンもいいけれども、まあもうちょっとリズムパターン増やしたいよとバリエーションを増やしたいよという方のためにね、新しく3パターンをご紹介いたします。はい。 6月13日に行ったカーブルのワークショップで紹介したパターンなので、ワークショップに参加していただいた方は復習と思ってみてみてください。はい、では早速ですけれども、まず3パターン叩いてみますので、あ、こんな感じかっていうのをね、聞き比べてみてください。まず1パターン目いきます。せーの。 続いて2パターン目はい最後3パターン目です。 今回このパターンをマスターしましょう。はい。今叩いたパターン、一応図にするとこのような形になっております。四角形がコン、マウスの音ですね。で三角形がキ、ショルダーの音になります。このパターンね、忘れそうだという方は、ぜひこの画面をスクリーンショットを撮っておくといいと思います。まあ、細かい話をすると、うっぱ、ぱ、ぱ、ぱってね、アフロキューバーの2-3比べというリズムがあって、その2サイドの落ち着くところと3サイドの動き出すところが、 交互に来るっていうリズムの構造を元にでできたパターンですっていうね話もあるんですけども、まあ、そんなね小難しいことを知らなくても,も単純にねこのパターンを丸暗記してしまうまるっと歌で覚えてしまうコンキーコンコンコンっていう感じで音楽に合うなと思えば使っていただければいいしなんか合わねえなと思ったら使わなければいいっていうぐらいの感じでいいかなと思いますはい、まあ、気軽な感じでね 今回のパターン覚えていただければと思います。でもっと比べについて詳しく知りたいよという方はね、概要欄に解説動画のリンクを載せておきますので、それをチェックしてみてください。はい、ではまずは一つ目のパターンやってみましょう。まず、口で歌えるようになりましょう。僕しばらく歌ってますので、真似して歌ってみてください。せーの。ココ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 コンン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 ンキキ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 キ はいいでございます、まあ、結構ね分かりやすいパターンというか超王道パターンってやったコキキ「コンキキコンキキ」がちょっとだけ変わったパターンってことですね。「コン」っていうのが4回ありましてそのうちの最初の1回が「コンキ」ってちょっとこう打ち止まる感じになるパターンです。立ていてみます。せーのココンキコンキ このような形で叩きます。えー、裏のミュートが使える方はですね、こう、うん、のタイミングですね。こう、うん、のタイミングでミュートを押さえます。こう、うん、き、こう、うん、き、き、こう、うん、き、き、こう、き、き、こう、き、こう、き、こう、 このような形で叩くと、コンキキ、コンキキというね、グループ感がはっきりと出せます。で、まだこのミュートちょっと難しいよという方はね、しっかりとカーベル押さえていただいても構いませんので、このコンとキだけはっきりと叩けるように。まずはここから練習してみましょう。で、できるようになったら、ちょっとずつね、このミュートを離すというのも練習してみる。つまり音の長さが たー、たー、たー、たーってね音が伸びてるところと音が切れるところっていうのがね明確になるとそのリズムがよりタイトに感じることができると思いますしばらくゆっくり叩いてみますので合わせて叩いてみてくださいせーの はい。では、続いて二つ目のパターンです。まず、口で歌ってみます。コン、キコン、キキコン、キコン、キン、キコ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 ン、キン、キコン、キコン、キキコン、キコン、キン、キです。はい。ちょっとね、後半部分が変わりましたね。コン、キコン、キッ、コン、キコン、キン、キ 前半部分は今までと一緒です。ココンンキキキはい、ここまでいいですね。で、後半部分が若干変わって、ココンンキキキはい、ちょっとここは手の動きが忙しくなるんですけども、ゆっくり繰り返しで叩いてみます。せーの。ココココココンンンンンンキキ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 キ はい、後半部分が特に難しいと思いますのでゆっくり繰り返しでやってみます。でこの指のミュート難しい方はこう押さえた状態でこのような形でも構いませんのでやってみてください。では繰り返していきますせー、えーのー では、二つ目のパターンを繰り返して叩いてみます。合わせてやってみてください。せーの。 はい。できましたでしょうかこの後半のコン、キコンってね。このコーンをちょっと前倒しで叩くところがハマるとすごい気持ちいいんですけど、さらにね、このミュートが使える人は、コン、キコン、キン、キっていう。キン、キっていう。これがね、実はミソなんですね。ちょっと早いテンポで叩いてみますけども。 はい、このようなねグルーブになりますコーンコーンキーキコンコンキー,ー,ンーンキ,ーキ,ーキーっていうねこのちょっと食っているリズムが気持ちいいというパターンになりますはいちょっとね難しいんだけれども是非習得していただければと思いますはい、はい、では最後3つ目のパターンをやってみましょうまず口で歌ってみますせーのコンキコンキコンキーキコンキキコン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 キーコン キッコン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 キッキッはいこんなパターンになります2番目のパターンと結構似てるんですけれどもこういうふうにねこのコーンちょっと前倒しで叩く感じが似てるんですけれどもちょっとこう前倒しの位置が違うというパターンになりますはいじゃゆっくり叩いてみます

こう,いうリズムが前倒しになるところがあります。では、しばらく繰り返してやってみますので、合わせて叩いてみてください。せー。ど。 はい。二番目のパターンと似てるんですけれども、コーン、キ、コーンってね、コーンを前倒しで叩いた後の、キン、キン、このショルダーのね、キン、キっていう、これがミソなんですね。コーン、コーン、キン、キっていう、コーン、コーン、キン、キ、コーン、コーン、キン、キっていうか、低いコーンと高いキのコールレスポンスっていうかね、コーン、コーン、キン、キっていう感じになります。ちょっと早いテンポで叩いてみますけれども、 という感じになるとはいまあこんぐらいになるとねもう超ご機嫌という感じになりますはい以上3つのパターンですねこのカウベルが入っているような音楽では非常によく使われる品質のパターンになりますのでぜひ習得していただければと思いますそれぞれのパターンを単独で使ってももちろんいいですしそれぞれをね切り替える 例えば A メロから B メロに変わったところで1番から2番にねパターンを変えてみたり例えば1番のパターンを叩いている中で時折ね2番のパターンを出したり3番のパターンを出したりま要するにこの「コーンキーコーン」ってねちょっと前倒しで叩くようなのが入るとリズムのアクセントになりますからシンプルにねこう叩いてる中で時折「コーンキーコーン」 ちょっっっととフィルイン的に使ててても面白いいい効果がが得らられると思いますのでねいろいろ試しながらやってみてくださいはい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションワークショップもやってますのでぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。